それでは関西学院行ってみたいと思います。本日の英文法の全体図はこちら。皆さん、漢学大問一つについてですね、小問10問ついております。で、皆さん、それをちょっと全部やってるとですね、視聴時間長くなってですね、皆さんご覧いただけないので、最初の8問行ってみたいと思います。で、皆さん、ご紹介できない2問ですね。それは一体何が聞かれてたんですかっていうと、まずはカッコ1番、仮定語、時制の融合、つまり昔ウニャウニャだったら今点点点だろう、これを判断できるかどうかを問う問題でございました。そして2つ目、主張、要求提案の内容をざっと説の中で示す場合は出頭部位かもしくは動詞の原型で表記する、それを判断する問題でございました。そして選択肢を削る際にですね、3番他動詞の後ろに目的語がない場合は受動態や過去分詞にする、この原則を分かっているかどうかを問う選択肢でございました。で、皆さん、この3つをですね、ちょっと聞いていただいて、なんかピンときますかね。で、もしピンと来なければ、これに関する解説動画、それはすでに存在しておりますので、それのリンク先は概要欄に貼っ付けておきますからね。さあ皆さん、今から扱う8問、これを1台ずつ言ってみたいと思います。そして、その中で出てくる大事な情報ですね、それを皆さん、最後のホワイトボードにまとめますので、まず皆さんは問題を解く、そして解説を聞く、そこに専念していただけるとよろしいかと思います。ということで、頑張っていきましょう。では皆さん、説明の指示の一読をお願いします。では皆さん、問いの1番お願いします。皆さん、これは熟語の知識でいけそうですね。何々ミステイクと言われたら、もちろん正解は A ですよね。 by ミステイク、誤ってとか間違って、それが分かってるかどうかを試す問題ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの2番お願いします。これは選択肢一応眺めていただけますと、全部形容詞でございますので、文法的にはちょっと削れなさそうですね。ですから多分単語の意味でいけるかと思います。で、皆さん、文末見ていただきますと、新しいビジネスを始めるためには、そして文中このあたりですね。皆さん、直訳すると財政的な資源。ですから一言で言うとお金ですよね。ですから新しいビジネスを始めるにあたってお金はどれぐらいと考えていただきますと、選択肢の B が良さげですね。もちろん意味は十分な。で、ちなみに選択肢の A であればなんか恥ずかしいって書いてますね。で、選択肢の C は others、逆の。で、選択肢の D は攻撃的な。もちろんお金に攻撃性はないですからね。ですからやっぱり意味内容上、選択肢の B、十分なということでよろしいかと思います。さあ、続いて問いの3番お願いします。皆さん、これは空所の右側に名詞がおりますので、まずは D がダメそうですね。もちろん while は接続詞。ですから、後ろに SV が必要ですからね。で、あと皆さん、残りの選択肢はどれを選んでいただいても、後ろ名詞と繋がっていきますよね。ただし、選択肢の C、between ときたら、後ろは A and B。そして選択肢の B の among。この後ろは複数形ですよね。ですが、今回は空所の右側は単数形でございますので、選択肢の B、C、ダメですね。ですから正解は A ですよね。うにゃうにゃの間。もちろん期間のお話でございますので、全く問題ないかと思います。さあ、続いて問いの4番お願いします。これは空所の右側のマッソ、筋肉につなげてもおかしくないものですね。それを選んでいただいたかと思います。で、皆さん、選択肢の A ですが、和解させる。なんか見て、いざこざがあったのかっていう話ですね。皆さん、目的語は筋肉ですからね。で、選択肢の B をすっ飛ばして、C と D、exceed、超える。で、選択肢の D の surpass、超える。どちらともほぼ同じ意味ですので、どっちか一方を正解にするわけにはいかないですね。まあ、もちろん筋肉を超えたりすることはできませんけどね。ですから正解は B ですよね。ですから原因であれば、うにゃうにゃを身につける。獲得するですね。得るという意味でもよろしいかと思います。ですから筋肉をつけるという話でございますので、B が正解ということでよろしいかと思います。では皆さん、問いの5番お願いします。皆さん、この選択肢並んでるものを見てみると、熟語の知識を問うてそうですね。そしてあと空所の前後の意味内容ですが、
まずは空襲の左側、人々は全くもって遠い距離ですね、そこを旅することを楽しむ、そういう想像なんてしていなかったんですね。そして空襲の右側、皆さんエレメント大丈夫ですか？出現とか登場ですよね。ですから飛行機が登場点点点、楽しむことなんて想像しなかった。ときたら正解は D ですよね。 prior to、 うにゃうにゃより前という意味でしたね。ですから飛行機が登場する、出現する前に旅行を楽しむことなんて想像していませんでした。意味内容上バッチリですね。もちろん A であれば反対、 B はうにゃうにゃと一緒に、で C はうにゃうにゃの代わりにですね。もちろんそのどれを選んでいただいても意味内容上うまくいきませんよね。ですからやっぱり正解は D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん問いの6番お願いします。そこで空襲の右側の Any doubt、 それとセットであの熟語と判断していただいてもよろしいでしょうし、もしくは皆さん空襲の右側に Any がいますからね。でもさ、エニーがあるということは、左側に否定語が存在している。そういうサインでもあるかと思います。ですから正解は D ですよね。without。うにゃうにゃなしでということでございますので、否定の一種ですからね。で、もちろん without any doubt。疑いなく、間違いなくという意味でよろしかったですね。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。では先生、問いの7番お願いします。皆さん、この空襲の左側に smoke free、 煙がないと書いてますね。ということは皆さん、この波線を引っ張ったところですね。喫煙は完全にうにゃうにゃと言われたら正解は B ですよね。 prohibited、 禁止する。ですから完全に喫煙は禁止されているからこそ煙がないんですね。で、選択肢の A の disturb、 かき乱す。選択肢 C、 encourage、 促す。で、選択肢の D、 permitted ですから許す。もちろんそれぞれの意味を考えていただいてもやはり B ですね。喫煙を禁止しているからこそ smoke free ということで B が正解でよろしいかと思います。さあ続いての8番お願いします。で、皆さん、これ選択肢一応眺めていただけますと、全部関係代名詞のようですね。で、改めて思い出すだけですが、空襲の左側にコンマがいますからね。このコンマとセットで使えないものと言われたら、もちろん関係代名詞の that、A と C が×ですね。もちろんコンマプラス関係代名詞の that がダメな理由は後でお伝えしますからね。で、皆さん、ちょっと話変わりますので、色分けさせてくださいね。で、皆さん、残りの B と D ですが、フィッチが使われておりますので、先行詞があるはずですよね。で、もちろんその先行詞がどれなのかということを示すヒントはこちらですよね。ベストセラーになってるということは、当然空襲の左側は several books。これですよね。で、皆さん、その several books を受けて、もしフィッチにしてしまうと、複数形名詞のブックスにもかかわらず、こちら has、 単数扱いになってますね。ですから選択肢の D、 この複数ある本の中の一つと考えていただきますと単数形でございますので、空襲の右側の has とバッチリですね。ですから正解は D ということでよろしいかと思います。さあ皆さん、お疲れ様でございました。先ほどできた情報の中で次につながる情報、ホワイトボードにまとめていきたいと思います。まずは1番、なんとかミステイク、誤ってと言われたらバーミステイクということでしたね。そして2番、アドバース、反対のとか逆のという意味でよろしかったかと思います。そして3番、レコンサイル、うんたらかんたらを和解させる。そして4番、エレメント、出現。そして5番、プライアトゥー、これはなんとか知っても言えると安心ですね。もちろん前置。そして意味はうにゃうにゃよりも前ということでよろしかったですね。そしてうにゃうにゃよりも後という表現が問われる可能性もございますので、念のため確認してみたいと思います。皆さん言えますか？ posterior to、 これも押さえておきましょうね。そして6番目、 without any doubt、 疑いなくとか間違いなく。そして7番、 prohibit、
うんたらかんたらを禁止する。そして8番 disturb、 うんたらかんたらを乱す。そして皆さん9番関係代名詞の that ですね。で皆さんそれにコンマをつけるとダメですよという話でございました。で皆さんその理屈をご存じない方ですね、それに関する解説動画はすでに存在しておりますので、そのリンク先は皆さん概要欄に貼っ付けておきますからね。この後お時間よろしければご視聴いただいてもよろしいかと思います。ということで皆さんまとめてみました。まあ、今回は単語と熟語はちょっと多いですが、もし知らないものありましたらこの後ノートを取っていただけるとよろしいかと思います。で皆さんノート取った後はこれですよね。赤シートで隠してスラスラ言える。そこを頑張っていただけるとよろしいかと思います。ということで、参考になさってください。